こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、全身ユニクロコーデ10月編ということで、皆さんに動画をお届けしてみたいと思っています。もうすっかり秋ですね。もう朝晩は結構冷え込むので、寒がいの僕としてはですね、いよいよ冬がやってくるなという感じもするわけなんですが、まあこれからファッション楽しい時期ですよね。まあ重ね着をする上で秋冬の着こなしは夏よりもね、結構バリエーションが作れるので、楽しくはあるんですが、ただですね、一点 1> 1点ずつの単価が上がるので、まあ、できればですね、良いものを着たいという方もいらっしゃると思うんですが、一点ずつの単価をある程度抑えながらの方が着こなしは楽しみやすいという方もいらっしゃるかなと思うんですね。まあ、そんな時に味方になってくれるのは、まさにユニクロの存在かなと思います。ということで今回は、もう僕の動画の中ではね、定番となっている全身ユニクロでコーディネートを組んでみようという企画をですね、10月編ということでお届けをしてみたいなと思っています。まあ、現状ですね、ユニクロの店舗にある ものがほとんどかなと思うのでぜひ皆さんも今回の動画を参考にしたいだとか一部使ったりしながらあとはご自身なりに手持ちのものでカスタマイズをしてですねユニクロコーデ楽しんでいただければなと思っていますこちらのチャンネルではこのような形でメンズファッションの今日もですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからはですね、早速、全身ユニクロコーデ10月編、一つずつ皆さんに解説したいなと思ってるんですが、まず一つ目のコーディネートはこちらですね。ステンカラーコートをメインにした、ちょっと大人っぽい着こなしですね。ここから見ていきたいなと思っています。こちらのコートがですね、僕の中ではめちゃくちゃ気に入っていまして、残念ながら今季のものではないんですが、ユニクロ U の今年の春夏のモデルですね。色はですね、ベージュとブラウンのこう混ざったような色合いで、表面にちょっと光沢感が あるのが気に入っていましてこれがですねまさに秋に使い勝手がいいアウターかなと思います今期のユニクロ U だとこういったベージュブラウン系ではなくてオリーブの色合いがあってあれもめちゃくちゃいい色合いなのでまあ、そちらを使っていただくのも全然問題ないかなと思いますまあ、このような着丈の長いステンカラーコート素材感としてはそんなにこうウールとかの厚みのあるものではなくてこちらはコットンなんですがあとは今期はブロックテックの素材だったりするんですけどもちょっと薄手のコートなんかはこの秋にはですねす 活用しやすすすいいいいいかななとと思思うのでで使ってみてみたただきたいなと思います、まあ、丈も長いんですがちょっと前だとですね、もっと長いものも多かったんですが、最近はそこまで長すぎないので、まあ、リアルに着やすいかなと思います。まあ、秋らしいですね、こういったベージュだとかオリーブ系のカラーですね、ブラックとかネイビーのコートもいいんですが、ちょっと重たい感じもしますし、結構ベーシックなので、人との違いが出にくいので、まあ、このようなね、秋らしいカラーを取り入れてもらうのもすごくいいんじゃないのかなと思っています。で内側なんです ですがこれ重ねねね着なんでですす、ね、番下に着てるのはのは白バンドカラーシャツです、ねまあ、最近ちょっとユニクロでこのようなものがあんまりないんですが似たようなものはグローバルワークとかそういったところで原稿で売ってるのでぜひゲットしていただきたいなと思うんですが白のバンドカラーシャツってめちゃくちゃ便利で重ね着の際にですね僕は使うことが多いんですねあんまり単体で使うことはないんですが一番下にですね着てあげてその上にニットを重ねると 襟元とあとは、この裾の部分からですね、白のシャツがちょっと覗くんですね。このおかげで、ちょっとこう、着こなし全体に軽さが出るのと、レイヤードが楽しめるので、ぜひですね、バンドカラーシャツと、あとは丸首ニットの組み合わせ、これやってみていただくと、ちょっと黒と見えしますので、ぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思います。で、上に着ているのが、こちら今季のユニクロ U の丸首のニットですね、オリーブを選んでみました。これもね、非常に気に 入っていまして中肉厚厚よりも少しし薄いいいいぐらかななとと気軽にに着着やすい厚みのので,ぜひですね重ね着のパーツてて皆さん秋に使っていただ、きたたいなと思うんですねただサイズ感は割とコンパクトなので、僕はちょっと2サイズぐらい上げて、これ L を着てるんですね。まあ、ちょっと緩めぐらいに着てもらうと、重ね着もしやすいかなと思います。こういったオリーブも含めて、すごく秋らしいカラーで、上半身はまとめていました。で、下のボトムスに関しては、僕は大好きなタックテーパードパンツですね。まあ、いつもブラックを履いてる こことがが多いんでですす今回はダーークグレーですねこちらを合わせてみましたもちろん、ブラックでパキッと合わせるのもいいんですが、このようなベージュとかオリーブという色と、結構ダークグレーの曖昧な色もですね、相性が良かったりするので、まあ、こういった形で合わせてもらうのもいいんじゃないのかなと思います。もちろん、感動パンツみたいな細めのボトムスでも相性がいいので、まあ、トレンド感そんなに強く出したくないなという方は、細身のボトムスですね。そういったもので合わせてもらうとバランスがいいかなと思います。で足元はですね、こういったステンカラーコートにはですね、僕は ニューバランスをスニーカーを合わせたくなるんですよねロング丈のコートの持つ小切れさをですねうまくですね中和するという意味ではですねこういったニューバランスのカジュアルさというところを持ってくるのが結構バランスがいいかなと思うので今回はこちらを合わせてみましたもちろんですね白レザースニーカーとかで軽快な感じに振ってあげるのもすごく相性がいいかなと思うのでよりプレーンな着こなしを目指すのであれば白レザースニーカーの方が癖はないかなと思うのでそのあたりは好みで選んでいただければなと思います、まあ、このようなスタイリング 結構簡単でいろんな世代の方、それから体型の方もちょっとぽっちゃり体型の方がこういったステンカラーコート切るのも意外とですね素敵に見えるのでぜひですね皆さんもこの着こなしトライをしていただければなと思っています。 はい、続いて2点目のコーデなんですが、ちょっとですね、トレンド感が漂うような、今っぽいスタイリングを組んでみました。メインに使っているのはこの竹の短いですね、UTT ジャケット、ユニクロ U のものですね。これが今季、やっぱり良かったですね。竹の短いアウターというのはトレンドアイテムの一つなんですが、まあ、その中でもちょっとこう、ワークテイストと言いますか、ちょっとこう、バブワーのアウターっぽい雰囲気が漂う、こちらのジャケットというのはもう名作かなと思うんですね。正直分かりやすい アアイイテテムムととというううよよりはちょっとクロート受けすするようなアイテムかなか思うんですが個人的にはこういったアイテムがユニクロで買えるというところは非常にありがたい点かなと思っています。色はオリーブですね。少しこう秋らしい色合いでこういったアウターを一つメインにしながら内側にはですね丸首の T シャツとそして V ネックのニットですね。これまた根拠ユニクロ U のもので先日の動画の中でもアップしたかなと思うんですがこちらのナチュラルのニットですね。これを合わせてみました。結構ですね、このアウター自体がすごく カジュアルな見た目なので、これに対して内側までこうチェックシャツとかカジュアルっぽいものを合わせてしまうとかなりですね、子供っぽく見えたりだとか、場合によってはやぼったく見えがちなので、ちょっとですね、内側は小綺れな感じにまとめてみました。丸首のニットもいいんですが、まぁ根気らしいですね、この V ネックのニットと、あとは白 T の合わせというのは、なんかこれだけでですね、トレンド感も程よく漂って、あとは結構ニットの小綺麗さというところがこのアウターとのバランスともいいと思うんですね。外側はカジュアルで、内側 はちょっと綺麗めな感じというところで合わせてもらうと使いやすいかなと思いますで、ボトムスに関してはもう何度も何度も出しているユニクロのタックデーパードパンツですねまあ、これが結構雰囲気的にはユニクロ U っぽいですよね ユニクロのオリジナルなんですが結構デザイナーコラボ系とすごく相性がいいのでこちらを合わせています上半身のこのオリーブのや暮ったさをブラックで引き締めてあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思いますね、まあ、サイジングも少しゆったりめなので、まあ、このスタイルに対してちょっとこう細身のパンツとかだとややこうチグハグ感も出てしまうので全体のサイズ感だとか雰囲気を合わせてもらうとバランスがいいかなと思いますちょっとゆったりめのシルエットで全身をコーディネートしていますで足元はですね白のレザースニー ジャーマントレーナーですねこれがやっぱり一番相性は良かったかなと思います白レザースニーカーの持つ小切れさとあとはジャーマントレーナーの持つちょっとした癖ですねこういったところが両取りできるので着こなしの中で爽やかさはあるんだけども 本当にこうプレーンすぎないので、このような癖のあるアイテムとも意外と相性がいいのかなと思います。まあ誰にでも使えるというスタイルではないんですが、トレンド感を楽しみたいという方にはですね、こういった秋のスタイルは結構使い勝手がいいかなと思うので、ぜひこのスタイリング試していただければなと思っています。まあ、今回ご紹介する中でも個人的にはこのスタイルは結構好きで、まあこれからの季節ガンガンやりたいなと思ってますので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。 はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが、これまたですね、今季のユニクロ U のもう傑作と呼べるようなフーデットコートですね。こちらをメインにした着こなしを作ってみました。どうでしょうか個人的には今季ですね、一番ユニクロで気に入っているのがこちらのコート。今季というよりはもう今までの中で一番気に入っているぐらいですね、完成度が高いんじゃないのかなと思います。まあ、レディースの商品なんですが、メンズが来ても全く問題がないサイズ感なので、ちょっとオンラインではこれもう 太鼓がないみたいなんですけどもお店、場所によってはまだギリギリあるところも見つかるかもしれないので気になることはチェックをしていただきたいなと思いますまあ、こちらもですね基本的にそんなに厚手ではないので秋にさらりと羽織るにはちょうどいいのかなと思いますそういった意味では10月の後半から 11月ぐらいまでも内側次第では着れるんじゃないのかなと思うので、ぜひ皆さん活用していただきたいなと思います。オリーブなんですけども結構ダークグリーンに近いような深めの色合いで、割とですね、やぼったさが出ないので、そのあたりもすごく気に入ってるんですね。ワークだとかミリタリーテイストのデザインではあるんですが、どこかですね、シャープさが漂うようなデザインで非常に気に入ってるアイテムですね。こちらをベースにしながら内側にはですね、これまたユニクロ U の今季のもので、 メンズなんですが、トラックジャケットですね。スウェットのような素材感でトラックジャケット。まあ、いわゆるこう、ジャージみたいな感じのアイテムなんですが、これまた襟元のデザインがですね、高さがあって、まあ、全部締めてもいいんですが、僕は結構こう寝かして着るのが好きなんですけども、ちょっとこう首元に変化をつけるには非常に使い勝手がいいアイテムかなと思います。色はブラックなのでトレンド的なアイテムなんですけども、そこまで着るのも難しくないので、中級者の方であれば使い勝手はいいんじゃないのかなと思います。その下に 丸首の T シャツこれはもうユニクロ U のものでもスーピーマーコットンの T シャツでも何でも構わないのでお手元のもので合わせてみてくださいちょっと白が覗くだけでも軽快な雰囲気は出せるかなと思うので意外とですねジップをちょっと下げながらこの T シャツを内側見せてあげるのも一つのポイントかなという風に思っていますでボトムスは先ほどと変わらないですタックテーパードパンツやっぱりちょっとスタイル的には少しゆとりのあるものの方が全体の雰囲気には合いやすいかなと思います僕もユニコクロで様々な ボトムスあるるんんでですすが結局よく履いてののはタッックククテーパーーーパパドンツのブラックとダークグレーばっかりなんですね、まあ、この2本が個人的にはすごく自分のスタイルに合いますし結構大人の男性にも使い勝手がいいかなと思うので、まあ、こちらでちょっとですねオリーブの色を引き締めるような感じで使っています。で足元は白系のレザースニーカーなんですが今回はですねナイキのブレイザーローですね少し使い込んでですね色とかももう黄ばんでるんですがこれぐらいちょっとビンテージ感のあるような感じも意外とコートのバランス とも相性がいいかなと思うので外しの要素で今回はこちらを使ってみましたまあ、小綺麗に白レザースニーカー先ほど履いてたジャーマントレーナーとかでも相性いいかなと思うのでそのあたりは手持ちのもので合わせてみたいだとかあとはですね今季トレンドになっているクラックスのワラビーだとかそのあたりで少しこう小綺麗な雰囲気を出してあげるのもいいかなと思うのでまあ、このようなですねちょっとモッズコート風というかミリタリーワークテイストのアウターなんかもですね秋にはめちゃくちゃ相性がいいと思うのでぜひ皆さんもですねこのスタイリング試していただ いただければなと思っています はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、全身ユニクロコーデ10月編ということで、動画をお届けさせていただきました。まあ、ややユニクロ U が多かったかなという印象はあるんですが、まあ、秋の着こなしとしては、アウターですね。これを変えるだけで全然印象が変わるんですね。一番最初にご紹介したようなステンカラーコート、こういったものも、大人っぽくてベーシックで使いやすいですし、二つ目のタンタのブルゾーンですね。UTT ジャケットみたいなものも、やはりトレンド感があって、これまた使いやすいですね。 ユニクロ U のものもありますが、通常のユニクロラインのユーティリティジャケットのオリーブだとか、このあたりも結構使い勝手がいいので、そちらで代用してもらうのもいいと思います。あとはですね、ちょっとこうミリタリーっぽい、持つコートのようなですね、丈の長いアウターみたいなものも、やはり秋にはすごく使い勝手がいいかなと思うので、まあ、このあたりのアウターを変えることで、着こなしのバリエーションはですね、結構作れるかなと思うんですね。いつも通りなんですが、ボトムスはもタックテーパードパンツばっかり入ったわけなんですけども、上半身の印象とか、あと内側です、ね ね。ニットの色を変えたいだとか、重ね着の仕方を変えたいだとか、あとはトラックジャケットのような旬なものを取り入れたいだとか、そういった形でアウターと内側を変えるだけで結構見栄えは変えられるかなと思うので、ぜひ今回の動画を参考にしながら、秋の着こなしユニクロでですね、存分に楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンツファッションの今日もですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思っているんですが、もう少しツー向けなですね、アイテムのご紹介だとか、あとはコーディネートの紹介に関しては、 もう一つやっています。YouTube のメンバーシップチャンネルで解説をしてますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。こちらはですね、だいたいまあ1、2週日曜ぐらいライブ配信もやってまして、結構ワイワイと皆さんと楽しんでますので、まあ、気になる方はチェックしていただければなと思っています。また、なかなか動画をゆっくり見る時間がない方のためにですね、オンラインサロンも開催をしています。そちらの方ではですね、文章と写真ベースでサクッと読めるような記事でおすすめのアイテムですとかコーディネートを解説してますので、こちらも気になる方は 概要欄からチェックをしていただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに